はじめに、南区、保護課職員による詐欺事件に関し、ご報告をいたします。すでにご承知の通り、当該職員は4回にわたり詐欺容疑で逮捕されるなという事態になりまして、市民の皆様からの信頼を著しく失墜をしたことについて、市長として大変申し訳なく、改めて深くお詫び申し上げます。今回の事件を受けまして、全区の保護課にて保護費償還金に関する事務の総点検を改めて行いまして、他に不正な取り扱いがないということを確認をいたしました。また組織的な管理を徹底するよう事務の見直しを行い、再発防止に努めてまいります。さらには外部有識者による第三者委員会を設置をいたしまして、今回の事件に対する原因や問題点の検証、および再発防止策の検討を行っていただくことによりまして、生活保護業務の適正な運用と再発防止を徹底したいと考えております。なお当該職員につきましては、今後警察の捜査等によりまして、事実関係が明らかになった時点で厳正に対処してまいります。それでは令和4年第3回定例会の提出議案についてご説明をいたします。まず補正予算案につきましては、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急対策第32弾に加えまして、熊本地震関連その他など大きく3つの項目からなっており、今後速やかに対応する必要がある経費を計上しております。補正額につきましては、一般会計、特別会計および企業会計を含めた全体で76億4754万円の増額となります。このうち新型コロナウイルス感染症にかかる補正額は68億7014万円となっております。主な内容についてご説明をいたしますと、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急対策第32弾につきましては、お手元の資料の通り、主に4つの取り組みからなっております。1点目は新型コロナワクチン接種経費についてです。オミクロン株に対応いたしました新型コロナワクチンの接種体制の確保を図りますことで、迅速かつ円滑なワクチン接種を推進をし、感染症の早期収束に向けて取り組んでまいります。2点目は新型コロナウイルス感染症対策経費についてです。現在の感染拡大の状況を踏まえて、 PCR 検査費や入院医療費の増額に対応するための経費等を計上し、感染された方への支援に万全を期してまいります。3点目は旅行商品割引事業についてです。本市への宿泊を伴う旅行商品の割引の実施期間を延長し、旅行宿泊需要の下支えを行い、観光関連業者の経営支援にも取り組んでまいります。なお実施にあたりましては、感染拡大の状況等を見極めながら適時適切に取り組んでまいります。4点目は公共交通利用促進事業についてです。バス電車無料の日を実施することで、公共交通への転換による渋滞緩和対策に取り組むとともに、感染拡大の影響を受ける公共交通事業者を支援してまいります。次に熊本地震関連の予算では、防災士養成講座を拡充をいたしまして、地域における防災力のさらなる向上を図ってまいります。次にその他の主な事業といたしまして、市民生活の分野では、マイナンバーカードにかかる出張申請や窓口体制の強化を図りまして、マイナンバーカードの普及促進に取り組んでまいります。福祉の分野では、老朽化した植木火葬場の建て替えに向けた設計や敷地内道路の整備を進めるほか、老人福祉施設等の整備や児童家庭支援センターの相談体制の強化など、市民の皆様の安全安心な生活の確保に取り組んでまいります。
経済の分野ではスタートアップ企業との協業による中小企業の課題解決や新規事業の創出に向けた取り組みを推進することで中小企業の経営を支援してまいります。農業の分野では農地利用の効率化のための農業用機械等の導入や飼料穀物の国内生産への転換に向けた農業者への支援に取り組みますほか、植木地域の農産物の販売力強化に向けた道の駅の機能強化を進め、農家の皆様の所得向上を図ってまいります。その他、市民病院の医療機器の更新や ICT 環境を活用した不登校対策、TSMC の熊本進出を踏まえた台湾との交流促進などを進めてまいります。次に条例等の議案につきましては、熊本市防災基本条例の制定、熊本市職員の定年等に関する条例の一部改正、および令和3年度熊本市各会計決算について、等について提出を予定をしております。詳細につきましては、先ほど開かれました議会運営委員会においてご説明を差し上げた通りとなりますので、割愛をさせていただきます。以上、提出議案についてご説明をさせていただきました。次に森の都推進部の創設について発表をいたします。モニターをご覧ください。熊本花博を契機に花と緑への関心が高まりを見せる中、森の都宣言から50年という節目を迎え、新たなステージにおける森の都づくりを強力に推進していくため、来年度より都市建設局内に森の都推進部、仮称ですけれども森の都推進部を創設をいたします。公園や街路樹、森林、学校樹木など町内複数にまたがります緑業務を統合集約をいたしまして、総合的戦略的な取り組みを推進をしていくことで、上質で緑豊かな森の都熊本を国内外に発信をしてまいります。なお詳細についてはお手元にお配りした資料の通りです。組織改編に伴います事務文書条例の改正を第4回定例会に上程をいたします予定で進めておりまして、市政だよりや市ホームページなどにより市民の方々へ広く周知を行ってまいります。次にシェアサイクル実証実験の利用エリア拡大についてお知らせをいたします。4月28日の実験開始から4ヶ月が経過をしたところですが、駐輪ポートは当初の42箇所から63箇所に増設をしておりまして、利用状況は1日あたり141人、202回と好調を維持しております。そこで10月1日からさらなる利用促進を図るため、利用可能なエリアを拡大します。こちらをご覧ください。この青で示した部分が今回、拡大をされるエリアで、ございます。今回、拡大をしたこの青色で示したエリアですけれども、南側は、公共交通事業利用者の多い JR 宝肥本線の沿線ですね。宝肥本線の沿線、や水前寺地区、大江地区などを含みます区域、そして北側ですけれども、熊本都市バスの上熊本営業所を含むこの区域でございまして、利用エリアはこれまでこの赤の部分が現在の利用エリアなんですけれども、この現在の利用エリア630ヘクタールから一気に1950ヘクタールへと広がります。今回のエリアの拡大によりまして、駅及びバス停から目的地へのラストワンマイルの移動手段、
の充実につなげてまいりたいと考えております。チューリップポートについては現時点で熊本市総合体育館や上下水道局、熊本都市バス上熊本営業所などに設置をする予定でありまして、10月1日までにはさらに増設をして利便性の向上を図ってまいります。また自転車につきましても9月中に普通自転車を100台増車をいたしまして、その後年内に電動自動車を200台増車をすることで合計450台となる予定です。今後も利用促進に向けた取り組みを進めますとともに、利用状況や事業効果、運営上の課題等を把握をいたしまして、本格運用につなげていきたいというふうに考えております。次に、第10回熊本城マラソンのエントリー開始についてお知らせをいたします。モニターをご覧ください。熊本城マラソンは3年ぶりの開催となりますが、いよいよ9月1日木曜日午前10時からランナーエントリー及び大会運営ボランティアの募集を行います。今回は第10回大会を記念をいたしまして、連続落選者枠を新たに設けております。ランナーの皆様はもとより市内外からたくさんの方々をお迎えするために大会を支えていただく運営ボランティアにも多くの皆様の申し込みをお待ちをしております。合わせまして記念すべき第10回大会の T シャツですね、この T シャツです。これで刺しちゃっていいのかな、ごめんなさい。こちらですね、この職員が着ておりますこの T シャツをですね、が新しいデザインです。それからタオルですね、についてはこちらの、タオルでこういうね、素敵なフィニッシャーと書いてありますね。私が持つことは決してないと思いますけれども、フィニッシュした方にしかこれないんですかね。ですね。フィニッシュした方が、これ、完走した方がこれもらえるということですけども、こういう、まあ、10周年を記念した新しい、こういうタオルもデザインをさせていただいております。来年の2月19日の本番に向けまして、大会機運を盛り上げてまいりますとともに、準備を進めてまいります。詳細につきましては、お手元の資料をご覧いただきますとともに、本日14時30分から担当部署から報道機関の皆様へレクチャーを行いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。はい、お願いします。次にマイナンバーカードの活用についてお知らせをいたします。本市のマイナンバーカードの取得状況につきましては、7月末時点で申請率 61.3%、 交付率 51.8% となっており、いずれも政令指定都市20市中2位と全国でもう極めて高い状況となっております。今後カードのさらなる活用を進めるために、今議会においてマイナンバーカードを活用したコンビニ交付サービスにおける証明書発行手数料の減額にかかる条例改正案を提出をさせていただきます。モニターをご覧ください。この改正案は市民の皆様の利便性向上並びに区役所窓口の混雑緩和を目的に12月1日、今年の12月1日から当分の間コンビニエンスストア等での証明書発行手数料を10円とするものでございまして、全国の政令指定都市では初めての取り組みとなります。この機会に多くの市民の皆様にマイナンバーカードのメリットや利便性を実感いただければというふうに考えております。また現在国では最大2万円分のポイントがもらえますマイナポイント第2弾のキャンペーンを実施中ですが、本市におきましても独自に熊本市マイナンバーカード取得促進キャンペーンを開始いたします。こちらです。その第1弾として先ほど発表しましたけれども、
来年2月に開催予定の熊本城マラソンの歴史巡りのフルマラソンの出走券を抽選で50名の方にプレゼントをいたします。今後もですね、こうした特別な体験を絡めたキャンペーンの実施等を予定しておりますので、詳細が決まり次第ご報告をさせていただきます。また現在マイナンバーカードをまだ取得されていない方を対象にオンライン申請が可能な QR コード付き申請書をそれぞれのご自宅に順次発送をしておりますので、お手持ちのスマートフォン等からお申し込みをいただければというふうに思います。なお、お手元の資料の通り、各区役所などの窓口でも、手軽に手続きができますので、この機会に、ぜひお申し込みをいただきたいというふうに思います。次に、物価高騰対策プレミアム付き商品券についてお知らせをします。来週9月5日から、物価高騰対策プレミアム付き商品券の発行にかかる実施団体の募集受付を開始いたします。プレミアム付き商品券につきましては、令和4年7月までに募集いたしました商店街等団体において順次発行を開始をしているところでございますが、今回は商店街等の団体に加えまして、一定の要件を満たす企業等も参加可能ということにしております。購入対象者につきましては、市民の方や、市内に通勤通学をされている方に限定をいたしますが、実施団体に企業等を加えるなどですね、幅広く商品券の発行を支援することで、広く商品券が行き渡り、物価高騰等の影響を受けておられる事業者の事業継続につながればというふうに考えているところです。その他申請期間や方法などの詳細につきましては、お手元の資料の通りですが、この機会にぜひ多くの皆様にご購入をいただければと考えております。最後に、令和5年1月9日の成人の日に開催を予定をしております式典についてお知らせをいたします。20歳の方を対象に行います本式典について、これまで成人式として開催をしてきましたが、本年4月の成年年齢の引き下げを受けまして、名称の変更を検討しておりまして、6月には市民アンケートを実施をいたしました。その中で投票数が最も多く、また節目の日の名称としてふさわしいとの声も多かったことから、名称を20歳の記念式典と変更することにいたしました。本市の次の世代の担い手として、それぞれの個性や能力を大いに発揮をし、良き社会の一員となれるよう門出を祝す意味を込めまして、20歳の記念式典を開催いたしますので、ご参加をどうぞお待ち申し上げているところです。よろしくお願いいたします。私の方からは以上です。それでは幹事長からお願いします。経営日の申します。プレミアム付き商品券についてなんですけれども、今回で募集する分の発行がいつからになるのかというのと、費用負担についてよろしくお願いします。はい、ですね、発行の、ちょっとじゃあ細かいところなんですけども、9月の5日から募集を開始いたしまして、年度末まで実施をいたします。で、発売時期、それから利用期間、それから実施をする、この辺はですね、実施をする団体によって、発売時期が異なるんですけれども、実施団体の募集後、準備が整った段階団体からですね、販売が可能というふうにしております。そこで、最短でいけば9月の中旬頃から販売をされるものというふうに見込んでおりまして、利用期間は来年2月28日までに設定をしているところです。それから、発売の場所なんですけれども、商品券事業を実施する各商店街等 その団体でありますとか、企業等においてですね、それぞれ、販売方法やそういう場所についてはですね、できるだけその事前予約制でありますとか、インターネット販売を行っていただくなどですね、人がこの密集しないような、方法でですね、実施していただくようにお願いをしていきたいというふうに考えています。
助成の対象になる団体がどれぐらいあるのかということと、うん、この事業によって見込まれる経済効果ということですね。まだこれからですので、今団体数というのはまだこれからということになります。で、対象団体にはこの今までこの商店街等の団体の他にですね、まあ、単体および複数からなる店舗で、その5000平米以上のですね、店舗面積を有する企業と加えて、でさらにですね、そういう形で発行していくということですので、範囲としてはかなり大きくなるのかなというふうに思います。これまで何か付け加えて担当の方から言うことありますか、数等について。はい、商業金融課でございます。販売を実施する団体の数なんですが、これまでの商店街等の団体をこちらでは80団体程度、それから今回拡充いたしました企業等の団体につきましては83団体程度を申請があるのではないかというところで見込んでいるところでございます。以上、はい、よろしいですか。ありがとうございます。熊本市長選挙、告示まで、はい、2ヶ月になりますけれども、改めて現時点のお考えをお願いします。はい、これまでも取材等々いただいて、お答えをさせていただいておりますが、現在、いろいろと今後の対応については検討しているところでございまして、また議会、9月議会をですね、目途にですね、市民の皆様、議会の皆様にですね、私の考え方をお示しをさせていただきたい、このように考えております。ありがとうございます。それから慈恵病院の内密出産について、国がちゃんとガイドラインを示す、考えを示していますけれども、はい、このことについて受け止め、何を考えますか。そうして国会の方でもですね、総理のご答弁があって、早く、できるだけ早く示したいということで、答弁もあっておりましたので、いろいろと調整でありますとか、各省間のですね、いろんな調整や、そうしたことが非常に大変だったんではないかなというふうに思いますが、今日報道を私も拝見をしましてですね、近く公表されるというような報道があったところです。まだ私どもの方に具体的にですね、どういう形でということは直接お話を伺っておりませんけれども、そうしたことが示されるということによって、現在まで、なかなか判然としなかったこの内密出産の取り扱い等々についてですね、一定の道筋ができる、このことによって、望まない妊娠で、非常に苦慮されているお母さん、あるいは、お子さんのですね、大切な命を守り、そして、育んでいく、大きな一歩になるのではないかなというふうに受け止めております。具体の関係で伺いたいんですけれども、今回熊本市防災基本条例の制定について提出されてますけれども、改めて条例制定の狙いと、どのように今後市、また市民に生かしていきたいかということを教えてください。防災基本条例につきましてはですね、今回ようやく議案としてですね、条例改正案として今回の9月定例会に提出をすることができました。これまでの間ですね、非常に検討にあたりましてですね、有識者の皆さん方、さまざまな皆さんから、ね、ご意見を伺ってまわってまいりましたし、また私どもいろいろパブリックコメントでありますとか、市民の皆さんの意見、ご意見を伺いました。そして私自身も市長とどんどん語ろうということで、各区にお邪魔をさせていただいてですね、直接お話を聞きました。で、熊本地震から6年が経過をして、やはり人々のこの意識というのは非常に、この地震直後からしますと危機意識というのは非常に薄れているというふうに実感せざるを得ません。
特に市民アンケートの結果から見てもですね、やはり風化している、あるいは熊本地震のことを忘れがちになっているというふうにお答えいただいた方が非常に多く、割合が多くなっておりまして、まあ、6割以上の方が、まあ、そうしたことをお答えになったということもありますので、まあ、我々としては今回改めてこの6年が経過をしたということで、まあ、やはりこの風化をしていくような今の状況の中で、やっぱりそうした教訓を忘れない、そしてきちんと次の世代につないでいくということ、まあ、これは極めて重要なことだというふうに思っています。まあ、それと同時に今この地震災害だけでなく、水害でありますが、まあ、土砂崩れも含めて、まあ、豪雨災害も含めてですけれども、まあ、かなり様々なこの災害リスクに、まあ、我々の生活というのはさらされています。ですからここで改めてこの防災基本条例をもとにですね、市民の皆さんと共にやはり考え、そして我々行政としてもですね、より強い強靭なですね体制をとって災害対応力の強化、そしていざ災害が起こってもいち早く復旧できるように、そして市民の皆さんのそうした被害あるいは復旧が少しでも早くなるようにですね、全力で取り組むために極めて意義深い条例だというふうに思っております。ですので、まあ、こうしたいろいろな検討をですね、少し時間をかけて検討を行っていただきましたし、我々としてもいろんな方のご意見を聞きました。まあ、今回また議会でもですね、いろいろとご議論があるかなというふうに思っておりますけれども、まあ、ぜひ今回の条例がですね、非常に市民の皆さんの安心につながるように、これからも取り組んでいきたい、このように考えております。はい、じゃあ TKU さんどうぞ。TKU です、よろしくお願いします。今回の提出議案の中で、市営住宅の住民の方を提訴という発言が一つ入っていました。みなし仮設として、入居された方ということですけれども、うんうん、どのような経緯、判断を持って今回の議案にされたのかをお聞かせください。はい、これまでですね、行政財産の目的外使用ということに基づいて、熊本地震の被災者の皆さんに対しましてですね、市営住宅を、まあ、一時入居先ということで、まあ、仮住まいとしてこの提供をさせていただきました。これは許可期限が、許可期間は平成28年の9月の16日から平成30年の9月15日までということで、しておりましたけれども、現在この許可期間満了後ですね、まあ、長くこの手続き等に応じてもらえないという状況が続いております。まあ、不正入居状態というものが実は続いているところです。で、被災者であるといらっしゃるということも考慮してですね、これまで行政財産の使用権限、使用期限であります5年を超えない範囲でですね、更新をすることができる規定も踏まえまして、これまでまあたびたびですね、もう何度も何度もこの入居者の方と接触を図ってまいりました。しかしですね、入居者の方はですね、問い合わせでありますとか要望に対するその回答がないとか、その行政への不満をですね理由に、まあ、正式な手続きに応じていただけない、状況でございまして、まあ、今後もですね、手続き等のめどが立たないということでございます。かなり我々としては寄り添った対応をですね、長く続けてきたわけでありますけれども、まあ、やはりそうしたことでもう一向に、そうした話し合いが成立をしないというような状況でありましたので、我々としては顧問弁護士等にご相談をさせていただきました。まあ、そうした上でですね、不正入居によります、賃料相当損害金の、まあ、支払い、それから住宅の明け渡しの請求を行うこの提訴をですね、実施するということで最終的に判断に至りました。で、被災者の皆さんの住まいの再建についてはですね、まあ、世帯ごとの、まあ、自由にあったその、再建方法としてですね、自宅の再建、それから、民間賃貸住宅への入居、それから市営住宅への継続入居、特定入居ということなんですが、
こういったあの選択項目をご案内をしましてですね、一日も早い恒久的な住まいの確保を行って、まいりました。で、あのいろいろとですね、市営住宅についても災害救助法の規定に準じて、みなし仮設住宅と同様にですね、この一部の住宅を提供するということでしておりましたけれども、あの要件を満たしてない場合ですね、この正式な入居手続きが必要となるわけなんですけれども、まあ、本件についてもそもそもその手続きにあの応じていただけないということで、これはもう許可期限を過ぎたあの不正入居者として扱わざるを得ないという状況になったと、まあ、こういうことが背景でございます。でなおあの本件以外にですね、あの同様の事案は一件もございません。ありがとうございます。もう一つあの、内密出産の、ガイドラインについてですけれども、国側と市の方で、それまでどのようなやり取りをなさっていましたでしょうか。はい、国からですね、これまでもですね、実はあの難民出産のいろんな事例が、これまで、まあ、慈恵弁さんのいろんな、記者会見等々でも皆さんご承知の通りですけれども、いろいろと一つ一つの事案についてどういう状況かということはお知らせをさせていただきました。またですね、慈恵弁さん、この今回のその難民出産でのいろいろな課題でありますとか、まあ、そういったことは先日内閣府の当時の特命担当大臣にもですね、野田大臣にも、いろんな状況を説明をさせていただきましたし、それから厚生労働省の、前事務次官の吉田事務次官の方にもですね、お伝えをするなど、かなり細かくいろいろな情報をお伝えをさせて、いただきました。まあそうしたことを踏まえてですね、今回このガイドラインについては、より現場の実情に沿ったですね、ものを今検討していただけるというふうに私たちは承知をしておりますので、まあ、国からそうした考え方が示されたらですね、私どもとしてもまたその時点でコメントなり何なりを差し上げたいというふうに思います。はい、他にどうぞ。はい、じゃあ熊西さん、じゃあ前西さん、マイクを後ろに。今の内密出産に関連してなんですけれども、報道では、国の方から身元情報に関して、病院、医療機関で保管するようにというふうな方向性が示されているということが報じられているんですけれども、市としては公の機関を設置するようにご提案されているかと思うんですけれども、はい、この時代についてはどう受け止められますでしょうか。まだ正式にですね、ガイドライン我々に示されたわけではないので、ちょっとコメントをしようがないんですけれども、まあ、やはり我々の現場の実情等々を踏まえてですね、要望をさせていただいたわけですので、まあ、その辺は逆に新たに示された段階でですね、国のお考え、そして我々の考え方で、まあ、例えばそういう情報の取り扱い等々についてもですね、どういった懸念があるのか、あるいは現場でその新たに示されたガイドラインで、まあ、しっかり対応できるのかどうかについてはですね、その時点で確認をさせていただきたいと思っています。今逆に何も出てない状態で我々もちょっと何とも答えようがないというのが正直なところです。はい、まあ、しっかり国の考え方をお聞きしてですね、そして現場の実情に沿った運用ができるようにですね、努めていきたいというふうに考えております。はい、どうぞ。じゃあマイクをすみません。西日本新聞山田と申します。今の内密出産の関係で、ガイドラインがまだ明らかになっていない現段階だからこそ、改めて市から強調していきたい。ここは押さえてほしい。うん、はい。やはりですね、我々例えば戸籍の問題等についてはですね、一定程度考え方が示されたことによって、これまで、個別にですね、そうしたケースが起こった段階で、例えば区役所から法務局あたりにご相談をさせていただくということで、まあ、その都度都度の対応をさせていただいたわけでありますけれども、やはり今後ですね、こうしたガイドラインが示されることによってですね、まあ、そうした一定程度今、まあ、今年からずっとこの
事例が、まあ、何例も続いているわけでありますけれども、その実態に即して、まあ、これ一つとして実は同じ状況というのはないというふうに、まあ、我々も、踏まえているわけでありますけれども、あの状況を把握しているわけでありますけれども、まあ、その中においてはやはりあのその例えば、熊本の今慈恵病院の事例だけでこれはあの内密出産ということはあの全体としてあの捉えられているというふうに思うんですけれども、これは全国のどこの地域で起こってもおかしくない状況であります。ですから、まあ、こうしたガイドラインが示されるということが一般的にですね、全国の例えば病院医療機関でありますとか、それからそうしたあの行政機関、まあ、こういったところでですね、十分適用ができるように、それに頼るようなですね、ガイドラインをぜひお示しいただきたい。これが一番我々としては強く願っているところでございます。はい、じゃあ RKK さん、じゃあ TKO さん、マイクを後ろに。新型コロナ関連では質問しますRKK です、はい、まず8月17日にリアルの抗原検査で今も咳が出てらっしゃるようですが、うん、その後体調ですとか、はい、後遺症などご自身として経験していかがですか。はい、実際にはですね、7月の27日発症ということで、保健所でそういうことになりましたが、私自身が28日からですね、自宅で療養を開始をしました。で最初高熱が出ましてですね、それから喉の痛み、咳、頭痛、それから嗅覚障害ですね、匂いが全くしないというような状態がしばらく続き、一番苦痛だったのは咳がとにかく止まらないということでありました。でまあ、そうしたことも踏まえて、なかなか普通であれば療養解除10日ぐらいでということなんですけれども、まあ非常に長い期間ですね、8月13日まで実は療養解除されませんでした。で13日に解除されたんですが、まあ、その後、まあ、自宅でできるだけ、咳もまだ続くもんですから療養しておりましたが、まあ、今もそうですし、今日も午前中議会のいろんな対応がありまして、喋ってる時はなんとか気が張ってるからなのか、意外とこう咳込むということはないんですが、少しこうそれが喋った後とかですね、そういった時にも咳がやっぱり止まらないということで、まだ薬を咳止め等の薬を服用をしております。それからもう一つ、体がやっぱり倦怠感といいますかだるい状態が続いています。もう1ヶ月になりますから、普通の風邪であればこんなにそういった状況が続くことはないというふうに思いますけれども、今もこうやって喋ってますと少しこう冷や汗というかがちょっと出るような感じが実はありまして、まだやっぱり体調が万全ではないなというのが印象です。執務とか職務にですね、大きな影響が出るような状況ではありませんけれども、いや少しペースを考えないと厳しいなというのがあります。それからあとはまあ咳とともにですね、今申し上げたように少し倦怠感というのとですね、少しなんていうか頭がクリアにならないといいますか、もともとあんまりクリアじゃないんですけど、なんていうのかな、こうすっきりしないっていうんですかね。だからまあいろいろ考え事をしたりするときにもですね、以前よりも若干ちょっとその辺の判断力が落ちてるのかななんていう気をですね、しないでもないんですけども、まあ、そこは十分体調には気をつけてですね、これからまあ議会も始まっていきますので、十分問題がないように、していきたいと思います。それからやっぱり休養をよく取る必要がやっぱあるんだろうと思いますので、まあ、夜の外出とかですね、会食とかそういったものは今控えているような状況でございます。お願いします。はい、市独自 の新型コロナ対策として有症者、一部の有症者への抗原検査キットの無料配布が始まっていて、弊社の取材では予想よりもちょっと希望者が少ないのではないかということで、はいはい、多分余っているんじゃないかと予想するんですが、この後配布期間を延長するとか、そういったことを考えてらっしゃいますか。現時点ではですね、今 のルールの中でやっておりますけれども、当初やはりおそらくうちの事務方でもいろんなこういったルールをある程度決める中ではですね、やはりたくさん殺到するんではないか、
で足りないんではないかということで、非常に国からの配分でありますとか、そういったものをどういうふうにするかというふうに考える中では、いろいろ苦労があったと思います。でただ、実際にですね、皆さん方、今、利用状況も取材をしていただいた通りでありますけれども、比較的ですね、緩やかに皆さん方がこういった検査キットについてはですね、9200キット、この薬局でですね、この期間中に、配布をするということで、すでにですね、8月19日から26日までの間で1051キットということで、この有症状者の方にですね、配布がされているということでございます。で、これ対象の範囲でありますとか、それから、9月3日までがその期限となっておりますので、今後ですね、実は今までもたくさんのいろんな、キットをですね、どうするかということで、医師会とご相談をしましたときに、医療現場、特に発熱外来も含めた医療現場が、この、非常にこのキットが足りないということもありまして、そういったものを、かなり追加でですね、不足がないようにということで、お渡しをしたという経緯がありますので、今後医師会でありますとか、それから薬剤師会、こういった関係の機関の皆さんともですね、よくご相談をしながら、今後のその3日以降のですね、対応については、また検討させていただきたいというふうに思います。で、全くこれ意味がなかったということではなくて、陽性となった、その、配布の検査キットをもとにですね、自己で検査を行われた結果ですね、陽性となった方についてですね、205件登録がありました。この8月19日から26日までという間なんですけれども、で、そういうことで、この205名の方が、発熱外来を受診しなくてもですね、療養、自宅療養につながったという意味ではですね、発熱外来の逼迫の、若干の緩和ということにはつながったのではないかなというふうに思っております。あとは需給の、その需要と供給のバランスが少しありますので、この辺はよくご相談をしながら、制度をまたどうするか、それ以外の余剰がもしあればですね、どう対応するかについてはまたお知らせをしていきたいというふうに思っています。はい、はい、NHK さんどうぞ。じゃあマイクをすみません、後ろからかな。すみません、私もコロナについてなんですけど、全数把握の見直しについて、はい、国の方で高齢者に限定して発生届をっていうところも、今日お話として出ているんですけど、市長としてその発生届、全数把握の見直しについてはどのように捉えられているか、一時的には県の担当になると思うんですけど、市長として、市としての考え方をお聞かせください。やはり保健所を持つ担当する、熊本市としてもですね、今回、国が見直しを表明をされたということについては、医療機関、それから保健所の、いろんな現場の声もですね、受けて、そうした意見が反映された結果だというふうに評価をしております。で、今後ですね、国の方でも全国 その知事会からもいろんな要請をされてますし、それぞれかなり感染者が逼迫をし、感染者が急増をし、そして、医療機関、それから保健所等のですね、対応がもう逼迫した状況の中でですね、皆さんには、なんとかこのそれを少しでも対応できるような手立てがないかということで、考えた中でですね、全国の知事会でありますとか、市長会であるとか、そういったところから要望が挙げられたということで、あるというふうに思っています。ですので、やはり一番大事なことは、それはなぜそういったことを国の方に求めたかと、地方がですね、いうのは、やはり現場が対応できなくなって、本当に重症の方をですね、の命を守れるかどうかということ。そこに、我々も記者会見をしてですね、できるだけ軽症者の方は受診をしないようにということで、お願いをさせていただきましたけれども、やはり重症者の方の対応にシフトするということが、まず大きな一つでありました。で、それと同時に今回、この見直しの中で、例えば軽症の方が、
少し症状が悪くなってきた、そういう時に、全数把握をしてなければきちんとアクセスできないんじゃないかと、まあ、こういった懸念もありますので、この辺は今県と十分連携を取って、そして熊本市としては県や関係の自治体、それから医療機関ですね、こういったところと十分現場が混乱しないような体制を取るということで、やはり大事なことはその命を守るということ、そのためにどういう体制を取るかということでありますので、その点についてですね、今担当の方に私の方からですね、しっかり、そういった混乱がないように、そして適切な対応が取れるような体制を取るようにということで、指示をしております。はい、じゃあ熊西さんどうぞ。じゃあマイクを後ろに。発表項目であります森と都推進部についてお伺いしたいんですけれども、今さまざまな緑関係業務がいくつかの業務に分かれていますけれども、これを集約するということは今現状は何か分かれていることに何か課題があるのかというところと、あと組織体制、人材がどれぐらいの規模になるのかということと、あと専門的な方を必要というところがあるんでしょうか。はい、まあ、森の都推進部ということで、まあ、一つやっぱり窓口を、今、都市建設局であるとか、経済観光局であるとか、農水局であるとか、まあ、いろんな施設ごととか、いろんなことでですね、まあ、学校なんか教育委員会というのことで、かなり分かれています。同じ緑といっても、市民の皆さんから見たときにはですね、同じ緑であっても、行政の中ではかなり縦割りといいますか、各担当部に分かれているというような状況です。でこれの市民の皆さんにとって今回のこの組織改編の大きなメリットというのは、何かこの緑関係で課題があったときにはここに窓口を一本化するということです。ですのでそういう意味では非常に分かりやすさが向上するということ、それからですね、管理も例えば都市建設局がやっていた場所、あるいは経済観光局がやっていた部分であるとか、いろんな他の部署がやっていた部分をここで一括してですね、管理をするということになりますので、運営管理ができるということになりますので、まあ、トータルプロデュースによるですね、そういう施設の魅力をアップしたりですね、それからやはり一貫性のあるですね、対応が取れるんじゃないかなというふうに思います。もちろん今までもいろんなところの部局で協調しながらですね、森の都を守るということで一生懸命やってきましたが、まあ、より町内的にもそうですが、市民の皆さんにとって分かりやすい体制になるというふうに考えております。それから今お話ありました通り、やはりですね、この緑を守るということに関しては、例えば樹木のいろんな診断をですね、今樹木医の方にお願いをしていろんなことをしてますが、緑っていうのはやっぱりどうしてもこう限りある命であって、やはり樹木の種類樹種等々によっては、まあ、かなりこの倒木の危険があったりとかですね、いろんなリスクも出てきます。まあ、そういったことも含めて、やはり熊本市にも造園職の担当の採用された職員が何名もいるんですけれども、こうした人間も職員も人材育成をしていくということと同時にですね、やはり専門性を向上してできるだけそういう迅速に対応できるようにしたいという、まあ、組織体制にするということで今回こうして創設を考えております。でこの中に含まれないのは実は熊本城、それから動植物園ということであります。で熊本城 の, エリアについてはですね、熊本城総合事務所で現状通りですね、管理をしてい くというふうにしてますが、これは実は文化財 の, エリアということでありますので、対応がですね、通常の樹木とかなり変わってくるということでございます。で例えば江戸期における樹木があるかないかということは非常に大きいことでありまして、まあ、こういったことを考えると、まあ、もちろんここと連携していきます。連携していくんですが、その熊本城総合事務所の方でですね、対応するということ、それから動植物園についてもやはり動植物と一体となったこの展示でありますとか取り組みということで、まあ、これはまた、少し街路樹であるとかそういった自然のですね、山であるとかそういったところの樹木とは違いますので、集約 対象とはしていないと、まあ、こういうことでございます。で全国でも
例えば札幌であれば緑の推進部とか、それから仙台、まあ、同じ森の都とよく言われますけれども、100年の森推進部とかですね、そういったことを部門として集約している部門もありますので、そういったところも参考にさせていただいたということでございます。まあ、いずれにしても非常にこの熊本花博も契機にですね、非常に市民の皆さんの、この花や緑に対する考え方というのは非常に多様で、さらに皆さん方が大切にしたいっていう思っている財産でありますので、まあ、そうしたものは一体的に、こうして管理、そして、森の都をですね、まあ、さらに今ちょうど50年ということでありますけれども、これから50年、100年というふうに続けていくためにもですね、まあ、こうした組織で頑張っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしいかな。はい、どうもありがとうございました。